皆さんこんばんは、ベニーバナブタオです。あなたは神を信じますか？ブタオはですね、すごいラッキーなんですけど、家族の中に、幼い頃ですね、家族の中に新興宗教の信者がいたので、子供の頃から身近でこうなんか自分が信じてない理屈を信じる人がどういう感じなのかっていうのを分かることができて、すごい楽しかったんですけれども、じゃあ宗教に入るメリットとデメリットっていうのは結構あってですね、まずメリットがコミュニティが広がることですね。でデメリットがコミュニティが小さくなることです。というわけで、まあこういう話をするとですね、豚30分くらいずっと喋ってるので、この話は省略しますけれども、今回はですね、こう狭まるっていうことで戦略の幅がかなり狭まってしまう、このイカのアシスターターデッキでやっていきたいと思います。彼らはですね、全て特に能力を持ってるわけではない上に、攻撃力が状況によって左右されてしまうので戦略がかなり限られてしまう。これでクリアできるこそ一流のインスクリプショナーと言うべきではないでしょうか。でなんか多分あんまりね強くないと思うんですよね、このスターターデッキ。なのでクローバー抜いてアクアリスと嫌がらせはダメだな。いや、嫌がらせをつけたらね、手鏡のテンタクルのパワーがアップするんですよね。っていうのも含めて嫌がらせ、アクアリスはつけていきましょう。これでやっていこうかな。でこのレアカードなしにしたら単純に出会えるカードが少なくなってしまうので、これでやっていきましょう。果たして豚を今回クリアできるのでしょうか。バニラだけにしてスタート。はい、配られました。マジで全部イカの足ですね。手鏡のテンタクル、手札のテンタクル、そして金のテンタクルですね。でこの鏡のテンタクルって説明書見ても何も書いてないので、書いてあるがちょっと読めんと。ベルだから能力名すら未だにわからないんですよね。これカードカターとかさ、ミラーラなんとかとかさ、全然わかんないんだけど、わかんないからこれもう現場で覚えるしかないんですよ。こういうところもなんかインスクリプションっていうカードゲームの特殊性が出てて豚大好きですね。レシーですら正体を知らないカードっていう。はい、スカンクがいますね。とりあえず手鏡のテンタクルとスカンクの相性が最悪なことはわかるんだけど、手鏡のテンタクルにタッチオブデスをつけたら迎えに来る敵を絶対倒せる。いや、モグラとかは倒せないか。まずカササギはもう豚の中でトリプル S のカードなので取ることは確定なんですけど、どうしようかな。手鏡のテンタクルってモグラつけた方が強いのかな。モグラつけた方が絶対さ、何かのカードの前に行くから攻撃力は担保できるじゃない。で手鏡のテンタクルって実は地味にハートが高いので攻撃力がゼロだから、なのでモグラの能力をつけてモグラ代わりに使っちゃう。しかも敵がなんか嫌がらせで攻撃力が、いやでもダメか、どうかな、結構難しいな。手鏡のテンタクルなんとかうまく利用したいんだけど、飛行つけた方がいいのかな。手鏡のテンタクルはで攻撃力が来ましたが、テンタクルシリーズの攻撃力は上げることができないので、ハートが良かった。これどうしよう。モグラの攻撃力上げても意味ないじゃろ。上げる？モグラの攻撃力。うん、これで貴重な攻撃力カードはできたね。ワンコスで1攻撃力4は普通に使えるかもしれない。大丈夫かな、これでちゃんとクリアできるんだろうか。ギッギッ。やっぱり手鏡のテンタクルには無難に飛行つけた方がいいのかな。カササギの飛行つけたらさ、ちょうどぴったりにはなる。とりあえずこれ一番最初のターンはモグラを出すしかないので、モグラを出します。で殴るでしょ、普通にモグラも頑張ってくれる。で猛牛にも穴掘りがついてんだな、これ。でこれは手鏡のテンタクルを、じゃなかった、金のテンタクル出した方がいいのかな。モグラを1個犠牲に、いやじゃあモグラでも、そうか、モグラ殴ってもモグラ死なないんだ。じゃあ一旦なしにして、これでいいじゃない。でこれで手鏡のテンタクルじゃなかった、金のテンタクル出して猛牛を倒すでしょ。で敵はもう何もできないから、あとはもうただのパンチングマシーンじゃないの。豚の強さを示すためのさ、サンドバッグになってくれるじゃない。あ、もう勝ちだね。よしよしよし、
いいかも。やっぱり変なスターターやると普段あんまり使わないような戦法ができるから楽しいですね。ここでやっぱカササギって引っ込みもついてるから、手鏡のテンタクルにつけるのが多分ベストだな。1、2、3、カササギはいなくなっちゃうし、モグラは何の動物でもないんだよな。どうしようこれ。一番バランスいいの犬かな。狼とか。お、親玉来たね。イエスだね。親玉は結構能力も強いし、骨読んで割と出しやすいので、チョコツバクにも意味が出てくるんで、これは結構イエスですね。でまずはカササギをつけて、カササギのへそくりの能力も強いんですが、飛行が手鏡につくことによって手鏡のテンタクル攻撃できるようになりますね。かなり相手嫌がらせの意味で攻撃力1上がってるので、その上がったものを直接相手の顔面にぶち込むことができる、結構イエスな戦法ではないでしょうか。カラスか。あ、こいつマイティリープついてる。なるほどね。これはね、最初のターンでまず手鏡のテンタクル出すじゃない。あ、これ木の前に出した方が良かったかな。まあいいか。でモグラを出して、でもアイテム1個空きを開けとこう。手札のテンタクルも出す。2枚の攻撃力が担保されてる。骨はあと2枚で、骨コインがあと2枚で親玉を出すこともできるね。でカラスが攻撃力1になってて、でこれで手鏡のテンタクルも1でカラス殴るんだよな。結構やってくれるんじゃないか。ここはね、手札を増やすだけに徹する。3ポイントダメージで、もうちょっとで倒せそうなんですが、カラスの攻撃で手鏡が、あ、そうか、手鏡攻撃力3になってるのね。3になってるから、そのダイレクターだ、あ、違うわ、マイティリープがついてるからダイレクターアタックできないんだ。うわ、ぐったぐただな、どうしよう。まあとりあえずできることとしては、水星リスを使ってモグラボタスでしょ。でここで親玉をそっと置くことによって、手鏡の電卓が攻撃力4になるから、オーバーキル、後ろ側までグッと倒しちゃう。え、なんで攻撃力1のまま。あ、親玉のおかげか。あ、そうか、これで手鏡のテンタクルって親玉さえいれば攻撃力担保されるか、役目が生まれるんだ。え、結構良くないこれ。なかなか他のカードをサポートできるいい感じのデッキが出来上がりつつあるんじゃないでしょうか。親玉が来てるから犬で揃えるんだったら小狼だけどね。手札のテンタクルと相性がいいのってかけらなんだよな。かけらは出ない。蜂の巣か。ひげ橋ではないんだよね、このデッキは。あんまり骨が生まれるって感じでもないし。で、あと、親玉との相性も悪いから。時間を稼ぐっていう意味では、モグラが稼いでくれるし、モグラに蜂の巣つけようかな。それも結構ありじゃない？で、現在のところ、我がパーティーの中で動物の名前を冠しているのは親玉しかおらんから、犬の頭が欲しいんですが、犬の頭が出ない。虫、蜂の巣で虫取ったけど、蜂の巣はモグラにくっつけるんだよな。ここでアイテムは別にいらないし、焚き火も別にいいかな。でもこのパーティーってさ、ハートがついても結構イエスなので、攻撃力が来てもハートが来ても嬉しいっていう、ちょっと特殊な状態になってますね。これ猛牛ちゃんパーティーなので簡単に足すこと、あ、違う、これ嫌がらせがついてるから、手札のテンタクル一発でお釈迦なんだった。2ポイントダメージ与えるが、お釈迦、ウサギの攻撃でお釈迦。これはちょっとイエスじゃないよ。どうしよう。親玉も出せないし、金のテンタクルも出せないし、次の弾はアマンジで攻撃受けるしかないよね。ただしですね、ここで金のテンタクルを出すと骨が4個集まるので、親玉出せて攻撃力が4になると。これ結構イエスじゃない。親玉出す位置ミスったか。いや、これでいいか。これでまず一発で牛倒す。一発で牛倒すし、一発で牛倒すだけか。で、山嵐の攻撃力も上がってるからちょっとピンチになるし、次のターン、彼のテンタクル負けちゃうね。負けちゃうが、しかし、その片手にはモグラも出ているから、モグラの攻撃で、残り HP2。潰れる。真ん中は潰れるが、モグラが生きている。そしてコエル君の攻撃をモグラがやすやすと受け止める男の顔をしている。あー、ただモグラの攻撃でコエル君が前にシャシャるんだ。こういう時はね、
蜂の巣を親玉のカリスマ性で攻撃力上げて、まずはコエルク倒してもぐらの攻撃でフィニッシュとはいかないが、次のターンで絶対勝つことはできるんだから、これでおしまいですね。よしよし、なかなかいいんじゃないので、焚き火が来てもさ、ハードが来たらバンバン剤じゃない。で、攻撃力が来たとしてもモグラの攻撃力上げてさ、もうモグラ戦士にしちゃおうよ。モグラ頑張ろう。今回はモグラ頑張りましょう。モグラを信じていこう。高コストのカードがこの金のテンタクルしかないから、高コストカード来てもいいので、ここはエルク狙いでしか行くか。ムースとかエルク狙いで、黒ヤギもいるしね。いや、犬がいいな。犬ない。ヘビだと鎖ヘビか。鎖ヘビと相性がいいカードも特にないしな。トカゲもないし。格好狙いで鳥行くか。難しい。鳥。あ、カラスタボコ。イエスでもイエスじゃなくもないな。で、まずはここで、蜂の巣の能力をモグラにつけることによって、かなり強いんじゃないのこれ。攻撃戦えるしさ、その両手に武器も持っている上に、敵に殴られたら蜂生み出すって、これなかなかのチートカード。さらに攻撃力が来たじゃない。で、攻撃力が来たら当然これはね、カラスの卵につけると、カラスの卵のデメリットがなくなって、すごいイエスなんですけど、ただカラスの卵の成長を誰かにつけたいので、ここはモグラの攻撃力を1上げます。これで1コスト24、しかも蜂の巣がついてるモグラ、もう今回モグラの旅じゃないの。ちなみにモグラに成長をつけたらモールマンに成長しますから、カラスの卵つけてもよかったかもね。ギギ、これ普通に強いからスライムで量産してくれたらさ、え、まさかのモグラ主力デッキになるんじゃない。もうイカ回し関係ないよ。スプリンター持ってるやつらか。まあでも1面のボスだから、こいつら結局2匹しかいないんだよね。奇妙なカエル、この奇妙なカエル2匹倒しちゃったらフィニッシュだし、で、しかもモグラってさ、これ1匹倒すじゃない。で、攻撃したら前に出るっていうことで、1匹倒してもその後死なないから、モグラに全部罠に変えてもらうか。まずこれで、潰すでしょ？で、ウシガエルの攻撃を受けて8-1。受けて8-2。で、次のターンでこの奇妙なカエルも倒してくれるってわけ。で、蜂を使って、蜂なんて所詮いてもいなくても変わらないんだから、これを狼の皮に変えてジャキン。オッケー、来た。狼の皮1ゲット、ジャキン。で、次ウシガエルの攻撃もモグラがしっかり受けてくれるから、なんとモグラはジャンプトラップに引っかかることなく、その役目を完全に全うすることができるんだよね。あ、カエル動くんだ。でもこうなってしまったら、あとは、金のテンタクル出せばいいだけですから、金のテンタクルを左端に出す。これで勝ちだよね。これ以上敵出てこないから、次のターンで2ポイントダメージ与えて、次のターンで勝てますね。で、せっかくだから、8ないのであれば、いや、もうこれで6担保されてて、狼の皮2つ持ってるから、もうこれで勝利確定ですね。まあまあまあ、最初の1面のボスなんで、これは軽いレクリエーションといったところかな。はい、遅れ？あ、そっか、3枚くれんのか。そんなにいらないの。よしよし、手札のテンタクルあるじゃない。ということは、ちょっともうドギモを抜いちゃおうよ、レシーのさ。ここでリスを生贄に捧げて、手札のテンタクルちゃんも出しちゃうと、攻撃力がえげつないことになります。攻撃力6ですね。あ、もう1匹手札のテンタクルちゃん出しちゃう？出しちゃいますか。すると手札のテンタクルちゃんの攻撃が1下がっちゃいますが、2匹になるので4-5-5。これは強いですぜ皆さん。はい、大勝利。この絵面の中にイカしかいないっていうね、完全にイカした絵柄になってますよ。はい、大勝利ね。もうこれでね、皆さんの中でさ、テンタクルの評価変わってきてるんじゃないですか。ここまでね、金のテンタクル、手札のテンタクル、そして皆さんがバカにしているのは豚だけかもしれないが、手鏡のテンタクルもしっかりと活躍してくれる。完全にね、もう六角形なのよ、ペンタゴンなのよ。どれ一人かけてもこのチームが成立しない。カラスの卵がまだ活躍してないけど。で、どっちかっていうとモグラとか、あとはハートが多めだから、
長期戦デッキやってるから奇妙な幼虫が生えんのかな。あ、でもモールマンの方がいいか。モールマンも取ってさ、マジでモグラデッキにしちゃう？モールマンに親玉をつけたら、モールマンが生きてる限りみんなに恩恵が届くよね。イエスかもしんない。あの堀デッキ。あんまりこういうことやってるとさ、やっぱりあんまり普段出会えないような戦法に出会っちゃうから、やっぱり変なことしたもん勝ちですよね、このゲーム。1、2、3。で、骨のカードは残念ながら親玉しかなくて絶対届かないから、モグラもいる、モグラモールもいるってことで、ハートにしたら OK でしょ？ハート来い。4、6、1、オーバーキル。OK。イエスなカード来てちょうだい。なるほどね。単純にカササギが強いが、あとこの金のテンタクル、いいね。金のテンタクルを殴った時に尻尾が出るが、その尻尾にも価値のある血が付与されてるか。キノコで合体させることもできる。で、古代アルフは単純にめちゃくちゃ強いんですけど、ハートが1なので、この蜂の巣、眠れる蜂と、あとはハリゲット、全然シナジーがついてないんだよね。であれば、ここで金のテンタクルを取って、キノコで合体させてハートを増やすっていうのが一番イエスだと思う。で、ここで、親玉がね、骨で出せるから強くはあるんだよな。骨で出せるから強くはある。ので、置いときたいんですが、じゃあ、カラスの卵の成長をモールマにつけるかって言われたら、いまいち微妙なので、親玉の能力をモールマにつけて、その場でいつまでも居座ってくれるカリスマ性。これはかなり強い。しかもコスト1で出せるからね、このカード。だいぶ強いよ。キノコもあるし。キノコで金のテンタクル同士を合体させて、尻尾付き価値のあるうち金のテンタクル。これも強い。尻尾が出てきたらその尻尾を生贄に捧げて高コストカードも出すことができる。まあ、豚のデッキの中で高コストカードって金のテンタクルしかないんだけど。カラスが来ましたね。これちょうどいいですね。カラスが来たのであれば、カラスを移して、攻撃もらっちゃいましょう。しかもですよ、これ。カササギの能力がついてるので、はい。まず3ポイント食らうよ、しょ。でも、次のターン、豚も3ポイント返すんですよ。3ポイント3ポイントで完全に写し鏡になってるから。じゃあ、存在する意味じゃない、意味ないじゃないと言われたらそれまでなんですが、カラスを完全に無視できるっていうのは強い。あとは、モグラを出して、モグラが攻撃力2っていうのも普通に強いから。これ、モグラがいなかったら結構きつかったし、金のテンタクルがいなくても、このカラスにいいようにやられてたと思う。あー、ちょっと待って。スズメ空飛んでんだ。スズメ空飛んでんだったら、これはモールマンだな。スズメが空飛んでるから、ちょっと待ってね。カラスの卵を出して、で、ここにモールマンを出して、で、金のテンタクルなんか、手鏡のテンタクルの攻撃力がカラスより1上がってるから、こっちは必ずイエス。で、スズメの攻撃は完全にガードするし、しかもここにモールマンがいることによってカラスの攻撃力も上がってるので、カラスと手鏡のアタックだけで勝利ができる。テクニカル。このデッキめちゃくちゃテクニカルですよ。隙がない。全く隙がない。で、こっからさらに隙がなくなっていくから、隙。カミツキガメ、グリズリー、そしてカッコウか。これはね、でもカッコウだよね。どう考えても。格好以外のカードいらないんだから。手札のテンタクルとかつけたら強いかな。手札のテンタクルにつけたら強いかな。手札のテンタクルハートが1だから、格好を使うことによってやられなくなるし、しかも空飛ぶので相手に直接ダイレクトアタックを与えることができるからかなり強い。よし、 OK。 まずは手鏡のじゃなかった、金の さっきから名前間違いまくってる。金のテンタクルのハート6ですから、これかなり強いよ。攻撃力も高い、ハートも高い、無敵ですかっていう感じ。川はないので、こっち焚き火に行こうかな。今回はね、ハートが出てもめちゃくちゃ強いですから、ハートが出たら、モグラ鍛えよう。敵が空飛んでなかったら、このモグラ超無双ですからね。イエスですよ。これはまずどうしようかな。古代イヤウルフ出てきてんのか。敵の攻撃全部これ、モグラで受け止めることができるんですよね。しかも、三ザッパラ8も手に入るから、これはイエスですよ。殴る。で、山梨の攻撃は軽く受けて8、ごちそうさん。
8、ごちそうさん。で、次のターンにこの古代ヤウルフを倒しちゃうってわけ。今、古代ヤウルフが掘った骨が豚の方に来ましたね。これどういうこと？そういうシステムだったっけ、これ。え、今気づいた豚、そんなこと。で、ここで、どうしようかな。手鏡、金のテンタクルを出して、いや、金のテンタクル出したら倒しちゃうんだ。倒しちゃうのはちょっとイエスじゃないか。これにしたら、敵の攻撃力が2になるから2ポイントダイレクトアタックが担保できる。いや、こっちの方がいいな。あ、そっか、生贄が2ついるんだ。大きなモミやマイティリープついてるから、蜂の攻撃は通さない。じゃあ、これだね。まずは山嵐を一発で倒して、あれ？あ、びっくりした。古代エルフも倒す。で、ハリゲで食らったカウンターでもしっかりと蜂がもらえるからイエスですね。すごいな、この。え、このデッキめちゃくちゃ安定してるくない？絶対ボコボコにされるだろうって思ったけど、めちゃくちゃ活躍してますよね。焚き火もうまく活用していこう。豚普段あんまり焚き火使わないけど、今回ばかりは焚き火焚き火よ。狼はシナジーがないから無視。オタマジャクシ超えるか、そして猛牛か。オタマジャクシって最初の1枚に来なかったら意味がないんだよね。でもこのデッキってなんか最初に配られるカードだけで勝負決まるやんみたいな感じで揃ってるから問題ないか、オタマジャクシでも。で、焚き火るでしょ。焚き火の時によし、ハート来た。ハート来たのであれば、これはモグラくんを鍛えてさ、で、モグラくんでかなりの戦士の面してるよ、これ。攻撃力6じゃなかった、攻撃力2でハート6だぜ。これ敵が空飛んでたとしても普通に戦士としても使えるからね。隙がなし、ずるいぐらいに強いモグラがね。モグラがずるいぐらい強いっていう日が来るとは思わなかった。で、ここでモールマンとオタマジャクシとリスだから、これはまずこのプロング4の攻撃完全に無視できるんだけど、モールマンが動いちゃうんだよね。動き回っちゃう。カラスの卵を置いてもいいから、ここはモールマンを出して、いや待て待て待て、モールマンが動くことによってブレるんだ、親玉が。ちょっとめんどくさいな。最終的にここに来るんでしょ。じゃあ岩は無視するから、カラスの卵をここに置いた方がいいか。オタマジャクシ置いて、カラスの卵を置いて、で、これでカラスが次のターン攻撃力が3になると。岩だから完全に無視して倒すこともできる。で、攻撃した後で敵が攻撃するから、プロング4の攻撃も完全に防いでくれるし、金のテンタクルが来たね。ただ、生贄がないので、これは無視でいいかな。3ポイントダメージに対して敵は0ポイントダメージ。よしよしよし、勝てる勝てる。勝てるか？あと3だから、こうしたら勝てるか。ほら、やっぱり強い。わあ、忘れてた。モグラ忘れてた。モグラ忘れてたが、それであっても勝てますね。いや、微妙だな。尻尾が出てるの。おお、モグラ来た。強い方のモグラ来た。戦える方のモグラ。戦える方のモグラで、まずこのコエルクを倒しの、8手に入れの、牛も倒しの、カラスも攻撃しの、そして突撃の。オッケー、蜂が来た。蜂が、これかなり強いぞ。やっぱりこのデッキ一ターンで倒しきることはできないから、派手さには欠けるけれども、2、3ターン目4ターン目ぐらいでどんどん場が有利になっていく。シナジーの網が蜘蛛の巣のように張ってるじゃない。うわ、気持ちいい。このデッキ敵が弱いのか。いや、そんなことないよな。敵強いよな。ゴールデンウィークだからか知らないけど、めちゃくちゃ調子いいですね。黒ヤギか。黒ヤギはいらんな。高コストのカードないし。カラスの卵も攻撃力が0のカードが2枚以上あるっていうのははっきり言ってきつか。きついので、普通のカードがないな。ゴキブリか。ゴキブリはちょっと嫌なんだよな。不死が強すぎるからさ。ウサギの巣穴も強すぎるんだよな。じゃあ消去法でヒゲワシ買ってるんだけど、ヒゲワシは弱すぎるんだよな。じゃあ、まあウサギの巣穴にするか。
これね、ウサギのサナにしたら他のカードと別にシナジーが効いてないんですよね。攻撃力0のカードが2枚増えるのはちょっときついってさっきも言ったんですが、ただここで豚の最強戦士であるモグラちゃんを増やすことによってプラマイ0としましょうか。8の巣モグラ、しかも攻撃力にハート6、どう？よし、攻撃力増えた。上振れ対抗。うさぎの空マジで邪魔だな。これ普段だったら強い強いと言ってるうさぎの空なんですけれども、強くない時だってある。別に高コストカードがいるわけじゃなくって、いやマジでおたまじゃくしもいるからうさぎの空と役割かぶってんだよな。おたまじゃくしとうさぎの空だったらうさぎの空の方が強いかな。大抵おたまじゃくしってカエルになる前に潰されるからね、後でカエルになるっていうのにメリット感じないのよ。手札のテンタクルが1枚目に来たから、これ出したら一気に3ポイントだったらダメージ与えることもできる。ただこれは先に敵側の狼が鬱陶しすぎるのを割れた卵で防いで、割れた卵で防いだ後で手札のテンタクルを出して運搬の場いじめましょう。で鎖蛇、うわっ、あーそうだ、嫌がらせついてるんだ、忘れてた、こいつら嫌がらせついてんだ。どうしようかな。まあまあまあ、でもカラスをさ成長まで待ったらイエスじゃない。この卵は絶対割れることないんだから、鎖姫を岩潰せないしカラスにする。でカラスにしてオオカミとプラマイがこっちの方がマイナスだな、ちょっとやばいな。早めに金のテンタクルで運搬ロボを殴っといて、いや殴って運搬ロバの攻撃を受けるんだ。受けたらこの卵潰さなくちゃいけないんだよな。え、どうしよう、次のターンはパスでいいか。で狼が出てきたら狼を倒すことはできないのか。これいやー難しいな。このまま行こう、このまま行って右隣にカラスがある状態だったら尻尾も出せねえから、もう一回リストって、でまずこれで1ターン目2ターン目で運搬ロバ倒すことができるし、運搬ロバの後ろの狼を一気に倒すことができる。でその間カラスと狼の引っ張り合いっこはこっちがマイナス1され続けるんですけど、 HP にはまだ余裕があるから大丈夫でしょう。まず一発目で運搬ロバを完全にモンスターボール投げる前の状態にする。で次のターンで後ろの狼ごと倒してくれるし、でなんならモールマンもいるから、あこれモールマンイエスですね。狼の攻撃防いでもらいましょうか。でこれで面白いのが、あーモールマン出す位置間違えた、岩に攻撃力付与できたのに。で狼の攻撃をそっと防ぐ。で岩が攻撃力1あるから次のターン鎖蛇岩で倒されるんですよね。で狼の攻撃食らっても金のテンタクルはひるまない、ひるまないし尻尾出してもらっても困るので、こうかな。オオカミ、そうか、水生率は水生率は潜るから壁にはならないんだ。これ悪臭のオオカミって普通に嫌だな。左側は一気に殲滅できるんだよね。あっかー、なるほどなるほど。いやでも残り HP5 だからして、いやダメだ、スズメを出したところで悪臭によって攻撃力ゼロにされちゃうのか。これなかなか難問だな。あ手鏡来たから解決だ。手鏡出して悪臭食らっても攻撃力4だ、あ悪臭食らっても攻撃力3だからめっちゃ使えるじゃん手鏡。まずダイレクトアタックで3ポイントダメージ与えて、でやられようとも左側に陣取っているから、ここにほら金のテンタクルがさ、オッケー勝ち。こっからどうすんの、こっからどうしよう。モグラは HP6 だけど狼の攻撃で一発で死ぬよな。あれどうしよう、とりあえずリスはいるから、ちょっと待って、ちょっと待ってね。いやいや、いけるいけるいける、これいけるわ。こうしてでまずこっちの狼倒せるでしょ。でこっちの狼は倒せない、
倒せないが残り HP1 になるし、敵もモグラを倒しきることができないので蜂の巣のお土産までもらっちゃう。よしよし、勝てる勝てる、全然勝てる。モグラのゴリ押しで勝てる。でブラッドハンドの攻撃も受けて蜂ごちそうさん。あ、勝てんじゃん、やっぱり強いじゃんこれ。終わりでしょ、ほら。へえ、なんかね、正直これ本当に強いかと思ってやってるけど、いつも絶妙になんとかなるね。モグラもやるじゃない、全然。ヤモリ、ウロボロス、デュース。うん、デュースが正直ね、ヤモリはいらないの。オタマジャクシとウサギの巣穴と役割が被るからヤモリはいらない。でウロボロスは単純に不死を縛ってるのでいらない。でデュースしかないんだよな。だからでもデュース取ったところでどうする。デュースのにヒナのインをつけるか、カッコーのインつけたら強いのか分からん。え、強いかこれデュース。とりあえず一歩進んで奥の道に何があるのか観察させてもらいましょう。当然試練は全部受かっていく。試練があったら乗り越えていくのが豚なんだから。ただ攻撃力と骨と種族全部きついな。種族全然揃ってないんだよね。攻撃力が一番確率としてはあるかな。0、2。おお、生きた生きた、次やない。0を引いといていくのはこれすごい弾力だね。で、あの輪廻ついてる証かって普通にめちゃくちゃ強いよなこれ。うわ、これ輪廻じゃない、輪廻証か。でカマキリは普通に穴掘りが邪魔なので、このかけらがついてるのは単純に強いんだけど、これオス証かだよね。輪廻ついてるオス証かって普通に使い勝手めちゃくちゃいいから。で奥にあるのがこれ焚き火とトーテムと、これ左側なんか分かんないね。でも焚き火っとこう、今回はなんか焚き火が強い。ハートでもいいし攻撃力でもいい。パーティーにしてるから攻撃力きたね。攻撃力きたからこれ満を持してモールマンの攻撃力つけるか、ありっちゃありか。それともデュースの攻撃力を上げて金 の, あのカウンターしてる時の攻撃力をうわって上げたら結構いいね。これデュースにさ、カッコをつけたらデュース自体はずっとこう卵に守られてやられないけど、チャイムの攻撃は反撃してくれるっていうので結構イエスかもしれない。一回やってみよう。攻撃力3でいいよね。3のデュースで、ここで、いや合体がない、合体がないけど、どっかしらでカッコの能力合体させたら結構デュースかっこよくなるんじゃない。自分は物陰に潜めてチャイムで殴りし者を的確に反撃していく。ああ、やっぱり豚が恐れた。オタマジャクシとウサギの砂が初手で被るっていうのが出てきましたね。これちょっとイエスじゃないんだよな。ただ手札のテンタクルじゃなくて手鏡のテンタクルがあるので、ほい、好きなカードが出せるので、これオスアカシカを出すか。いや、オスアカシカ出したところで攻撃力ゼロか。しかもこれスプリンターついてんだよな。じゃあ単純に強いモグラ出した方がいいか。モグラの3の方出して、でまずはオタマジャクシを出してウサギの巣穴を出して、ウサギを1個手に入れた後でモグラで敵の攻撃を受けて金は死ぬ金死ぬけど泥亀の攻撃はしっかり受けてくれて、あ、羽槍がやばいな。これ戦況見てなかった。カッコが出てくるから、よしよしよし、これはラッキーカッコ。相手の進出を防ぐし、蜂は手に入るし、泥亀の攻撃も受けてさらに蜂が手に入るから次のターン勝てますね。いやこれ強い強い強い。今気づいたけどさ、このデッキって飛行デッキだわ。敵が何出してきても敵の攻撃はモグラで受けて、で飛行で相手を刺すっていう、すごいイエスなシナジーが効いてるこのデッキだから、あれが欲しいのは飛んでるカードが欲しいんだ。全部飛んでないので、いや全部いらない。強いて言うならカマキリが、リングワームはいらないんだよな今更。カ
カマキリの能力をつけてさ、この二股の能力を飛んでるやつにつけたらいいじゃない。でまたしても合体待ちなんだけど、合体が全然来ないんだよね。とりあえず焚き火で攻撃力の焚き火がめちゃくちゃ来る。さっきみたいにこの両方来たらきついから、ウサギの巣穴の攻撃力を上げておくか、オタマジャクシか、それともカラスの卵。この攻撃力がゼロっていうのが揃ってるのがやばいのよね。カラスの卵にしよう。カラスの卵にして攻撃力2に攻めていく。でダメでもいい。カラスの卵はここまで全然活躍してないから、飛行が欲しい。ダブルアタックのヘビか。これここ結構分かれるかもな。敵が空飛んでなかったらもう、こう、そうか、これガラガラヘビの攻撃だけしか受け取れないのか、このモグラって。いやしかし待て、しかしこれウサギの巣穴を使うことによって生贄が2つ手に入るから、モグラを取る、モールマンを出す。するとモグラの攻撃力が4になるので、相手の HP は2になる上に敵の攻撃は0ポイントしか食らわず、さらに手札の中に8が2枚くる。 OK。 ということはだ、このターンで攻撃力が上がった8を2枚出すことによって、よっしゃ、え、強っ。ごめん、強いです。え、ここでさ、モグラとモグラを合体させて、キノコで合体させて攻撃力上げることもできるんですけど、正直モグラは多い方がいいので、右側に行ってアイテムもらいましょう。アイテムじゃなくて運搬ネズミか。でも運搬ネズミは全然いい。能力にしたらまあ大体突破できるから、ここで空飛んでるカードを手に入れて OKOKOK。 空、よし。でもないな、羽ありか。アサリアの羽ありね、いらんな別に。それだったらクズリの方がまだマシか。こいつ多産ついてるし、骨のカードって他に持ってないしさ、ハートさんで普通に壁になるし、壁になる上に蜂の巣もついてるんだったらこれクズリでしょ。 OKOK。 でこれでまた蜂を量産して相手をビシビシに叩いていきましょうよ。強いよ。運搬ネズミいらないし、合体欲しいよ。合体全然来ないな。あ、最後にある、合体が最後にあるから、あそこでデュースに格好の能力をつける。それでいこう。カードはないね。でも正直カードは増えすぎたから、これ以上新しいカードいらないので、右側に行ってカード避けするか。よし、初手オス赤しか出てきましたが、残念ながらこれはコストの関係で出すことができない。手札のテンタクルしか出すことができないね。ただしこれはちょっとイエスではないぞ。手鏡のテンタクルを出しても相手が正面に立てないので攻撃することはできない。じゃあどうするか。ここはモグラを出して殴り放題、受け放題、8もらい放題にしましょうか。ガラガラヘビの攻撃を受けて8ごちそうさん、カエルの攻撃を受けて8ごちそうさん。よし、8が2匹も手に入っている。しかもこいつ自身攻撃力が3ポイントあるので、あ、こいつマイティレープついてやがる。なんてイエスじゃないんだ。え、でも3ポイントだからモグラの攻撃だけで勝てんじゃん。じゃあ勝利ですね。金のテンタクルを出す意味もないけど出して OK、 大勝利。いやモグラが強いっていうよりも全体的に強いねよね、多分。なんか分かんなくなってきた。モグラが強いだけなんじゃないかと。しかもその強い、ただでさえ強いモグラのカードをスライムで量産しまくってるから強いんじゃないかと君たちは思うかもしれない。そしてそれは真実かもしれない。手鏡のテンタクルも役に立ってると言いたいところだけど、今のところカササギの役にしか立ってないよな。からのコスト1のカササギになり下がってる。ここは当然モグラを増やします。本当にモグラばっかり脳がなくてすいませんが、こんなにモグラが頼りになってるの初めて見た。あー、リンネのモグラか。リンネのモグラでもまあいいんじゃないでしょうか。
で、これで、カッコの能力をジュースにつける。それでいいんだ。ジュースベースでいいんだよ。カッコベースだと、チャイム殴った後、倒してくれないから、チャイム殴った敵を反撃するっていうのは、デュースの固有能力なので、コスト2で若干重いけど、これはデュースをベースにした方が正解と見た。釣り人はね、正直、カモでしかないんだよね。だってこっち全員飛んでんだからさ。地べた張ってるやつは、ガン立てして。で、攻撃、アタッカーは空飛んでんだから、敵が全然怖くないのよ。で、カラスの攻撃もしっかり受けてくれるモールマン君を配置して、1ターン目で勝つことはできない。しかし、粘り勝ちをするのがこの舞台のいいところ。で、カラスの攻撃は、がっしり受け止める。で、次のターン相手に、フックを使わせることもなく勝利をつかむのよ。で、次、前にさ、出てくるじゃない、バケツが。で、ここでね、モールマンの攻撃力を上げてなかったのは、これが由来よ。バケツ殴らんようにするため。モグラはさ、殴って中から、怖いやつが出てきたとしても攻撃力1個耐えることができるから全然問題なし、まあ、正直言うとこのターンに倒すことは無理か、無理だね、無理なので、ここにもモグラを配置してサメ避けしておきます。はい、中からサメがこんにちは。でも大丈夫、こいつはタフネスだから攻撃受けるし、ハチもゲットするし、ハチの手土産付きよ。正直ハチのその能力いらないんじゃないかという人もいるかもしれないが、で、ここでさらにモグラを出す。すっげえ。見直しましたか、皆さん。モールマンの家族ですよ。あー強。モグラ戦法最強じゃない。あと、なんかテンタクルのスターターデッキなので、テンタクル全然あれですね。テンタクル全然使ってないな。1、2、3。子供13号依頼より、そしてアメーバ。アメーバが一番出しやすくて生き人用しやすいけど、子供13個を出す、いや、リンネはもうね、このデッキの中でさ、すでに2枚あるんですよね。これ以上子供13個いりますかって言われたら正直微妙なので、ゆらゆりはいらんかな。でもゆらゆりか。ゆらゆりありだな。ハチがさ、すごい手に入るから、このデッキだとゆらゆりありかもしれない。盤面埋め尽くしてるやつを一掃してさ、しかも輪廻も混じってるから割と出しやすいんじゃないの、ゆらゆり。で、ここで二股の能力をゆらゆりにつけて合計14ポイントダメージにしたらさ、あの豚本当にゆらゆりをほとんど使ったことないけど、珍しくゆらゆりに晴れる舞台を見せることができるんじゃないでしょうか。でもうここまで来たらね、全然負けること心配してません。豚が負ける確率 0% です。このように 0% が存在するとしたら、今の豚の敗率、負ける確率、それが唯一の 0%。 どうやっても負けることないでしょう、このデッキで。まずはご挨拶代わりにさ、このモグラ組んだしてびっくりさせちゃおうよ、相手を。こっちの猛攻食らっても、向こうの猛攻食らっても、一切傷つくことなく、いや、傷だらけにはなるけど、蜂の手土産、ガッサと持ってくるから、これは結構イエスですよ。初手、モグラ、殴る。で、これ、もうあえてね、スケルトンクルーにも殴らせます。殴らせても、残り HP1 まで残っている、2だった、計算間違えた、2まで残っているから。で、これでね、敵の攻撃を食らって、食らっちゃうか。どうしようかな、これゆらゆりも出せんだよね、頑張れば。しかもこいつどうだっけ、敵の攻撃終わってから大砲弾が来るんだったよな。金のテンタクルで傷つけるか、どうしようかな。金のテンタクルを出すか、それともゆらゆりを出して、ゆらゆり出すのありだな。ちょっと面白いかも、ゆらゆり。序盤のうちに出しとこうか。これ本当に4枚使ってゆらゆり出すの珍しいな。気持ちいい。で、まず1匹目のこの、モールシーマン倒した上に、後ろスケルトンクルーも倒せるわけね。ガン、ガンと。で、こいつは倒しきれないけれども、大砲の弾で死ぬから、次のな、ゆらゆりだけで勝てんじゃん。
え、すげえ。ユラユリ強、こんな強いと思ったことない。ユラユリをこいつ一匹だけで全部勝てんじゃん。で、一匹倒しちゃったからモールシーマンユラユリだけで一旦で倒せるよ。で、さらにここで意地悪なことにですね、あ、そっか、カード引くんだ。カード引かなくても勝てるけどね。ここでモールマンの親玉を出しておくとだね、ユラユリの攻撃力が8に上がるから、1ユラユリでモールマン倒し、2ユラユリで敵にソドメを刺すことが強え。これユラユリだけでさ、この船倒せるんじゃないの。一旦に16ポイントダメージ与えるんでしょ。で、一旦に2ポイントダメージ食らうから4ターン耐えることができるから、16×4 で40、4×6、24で64ポイントダメージだから、微妙に足りんが、こいつ船、あ、でも途中で骨が入るからいける。よし、こっから豚、決定ボタンしか押さないでおこう。決定ボタン押すだけ、骨も入るでしょ。で、攻撃受けても大丈夫。しかもモールマンのカリスマ性が骨にも効いているから、さらにダメージを与えることができる。で、敵の攻撃を受けても素知らぬ顔、イライよりもオーラマンも涼しい顔をしている。え、まだまだ全然大丈夫ですけど、元気いっぱい、夢いっぱい、あなたを倒すことで野望がいっぱい。おらー、ちゃー、ちょっときつくなってきたが、しかし盤面に埋め尽くす頼もしいスケルトクルーたちのおかげで、ユラユーリの士気も衰えない。222の合計6ポイントに14ポイントで残り20ポイント、2ポイント。ほら、ユラユーリだけで勝てた。うわ、完全にユラユーリバカにしてた。ちょっと今回いろんな発見がありましたね。ほら、あとはスケルトンクルーが勝手にやってくれるから、ユラユーリだけで勝てましたよ。すっげえ。ユラユーリがこんなに活躍してるの初めて。ほぼユラユーリだけでさ、あの船の1回目もユラユーリで倒して、2回目もユラユーリで倒して、で最後の船までユラユーリ1匹だけでラストボス全部倒しちゃったじゃない。あのユラユーリだけで、しかも別に焚き火とかで鍛えてない、シンプルに両手に両手持ち、武器両手持ちしただけのユラユーリだぞ。これは結構珍しいね。まあ今回初めはあのイカの足強いだろうって始まって、で中盤モグラが武装して、後半完全にユラユリを持っていきましたね。いや、こういう旅があるからインスクリプションってやめられないのよ。わかりますか、あのね、豚はわかります。すげえ温度差あるね。この見ている画面の前の君と豚の中でめちゃくちゃ温度差があるのは分かっているけど、豚、この一戦めちゃくちゃ楽しかったですね。マジで序盤中盤終盤と全部展開が違って、で全部面白いじゃない。これめちゃくちゃ楽しかった今回の。やっぱりあれだな、珍しいスターターデッキを使うとこういうことがあるし、動画120本以上上げててまだまだこんな驚きがあるから、インスクリプションって本当に最高にイエスなゲームですね。さて、毎日動画投稿するコツはとか言って次の日に速攻休んで本当に申し訳ありませんでした。ちょっと喉の調子が悪くてね、喉の調子が悪いというか、喋りすぎてちょっと声が出なくなっちゃって、ゲーム実況以外でも豚喋るので、例えば友達が来た時とか豚ずっと喋り続けでその次の日あんまりゲーム実況できなくなるんですよ。まあそういうこともあって、たまに休み日もありますが、ほとんど毎日この実況も上げておりますので、いいやつだなって思った人は、ぜひぜひチャンネル登録して、毎日遊びに来てくれたら嬉しいな。で、逆に今回の豚の戦い方を見て、この実況者あんまりイエスじゃないぞ、自分の方がインスクリプションもイエスじゃないかと思った人は、もちろんチャンネル登録を外したり、あるいは低評価ボタンをグッと押してほしい。それでは次回もこの時間にお会いしましょう。紅花ぶとうでした。皆さん楽しいゴールデンウィークを過ごしてね。バイバイ。おやすみなさい。